赤崎駅は、鳥取県東白郡琴浦城大座、赤崎浦坂の前にある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅である、線上山への最寄り駅でもある。単式、島式の複合型に面参線のホームを持つ、地上駅。単式ホーム側に駅舎があり、ホーム間の移動は、湖泉橋を利用する。鳥取鉄道部が管理する、無人駅で、 自動券売機が備えられている。2021年3月31日までは JR 西日本よなごメンテックによる業務委託駅であった。駅係員は週2に,に3回程度朝の一部時間帯に駅業務を行う。以前はキオスクがあったが閉鎖された後に飲料の自販機が設置された。2014年3月に 北口と南口を結ぶ赤崎駅自由通路が完成、共用開始された。2003年、鳥取県鉄道高速化事業により、鳥取駅よりの分岐は一線スルー化工事が行われ、通過列車が一番線を通過するようになった。現在は一番線が上下本線、二番線が下り、副本線、三番線が上下副本線である。駅前に、 バス乗り場が存在する。快速、鳥取、ライナーはすべて停車し、一部は当駅で普通列車と、緩急接続を行う。快速、鳥取、ライナーの隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。ありがとうございます。